はい、どうも皆さん、おはようございます。ガクチャンネルのガクです。今日はですね、本当に純粋な、キャンプツーリングということでね、行っております。出発しております。現在ですね8時50分ね、ちょっと出るのは遅れちゃいました。まあ、荷物のね、準備はしてたんですけど、積載にねちょっと手間取りまして、まあ、あれこれあれこれ考えながら積んでるうちにこんな時間になってしまったという感じです。あと野菜とかもね、家で洗って切って、まあ、くらいまでしとけばね、でジップロックに入れてしとけば楽なので、その処理をね昨日の晩はちょっと時間なくて、今日の朝からちょっとやってて、まあ、そんなんをやっててちょっと時間が、かかってしまったということです。で現在ね、教育ところは、奈良県ですね、奈良県内の、谷瀬の吊り橋っていうね、まあ、結構こう高いね、あれ日本一ではなかったのかな、まあ、昔は日本一とか言って書いてたような気もしたんですけど、多分今はねもう日本一じゃなくなってると思うんですけど、谷瀬の吊り橋っていうね、吊り橋ですごい高さがある吊り橋ね、の真下にあるキャンプ場に行きます。まあ、そこは前も行ったことあるので2回目ですね、今回ね2回目。まあ非常に何て言うかな、お風呂がないんですよね。シャワールームがあるんですけど、今コロナの中でちょっと使えなくなってて、で最寄りのねお風呂までもちょっと距離があるんですよね。まあ時間で言うとね多分15分ぐらいだと思うんですけど、結構ね本当の山道みたいなとこぐねぐね行かないとダメなんで、あんまりこう暗くなってから走りたくないなというような道なんですよね。まあそんなんでお風呂今日、まあ、夏場なんでね、できればちょっと早めに夕方ぐらいにでも、さっきね行って、それから夕飯にしようかなと思って、まあ、計画をしております。で一応ねさっきも言ったように食材はね、野菜の方はもう切って、まあ家に冷蔵庫にあった野菜を、そのままね、まあ、これ使えるかなということで嫁さんにも聞いてね、まあ用意をしてたんですけど、まあ、その他の食材ね、は全く買ってないのでまだ、それをね、途中のスーパーで、買ってから現地に行くという感じで考えています。でまたなんていうかな、キャンプ用のバイク、今日ね結構な荷物なんですよ、バイクなんですけどね、またご紹介をねちょっとしたいと思います。今日はねもう道の駅とかは、奈良県内で、もう途中にもあったりするんですけど、もう行ったことがあるところ、ばっかりということで、今日は全くね道の駅は寄るつもりはありません。だから本当のキャンプだけになってますね。はい、すごい天気になってます今のところは。なんか山あいの方ではちょっと雲が多くて降ってるかもっていうね、なんか雲行きなんですけど、なんか夏でね、なんていうか最近ちょっと梅雨みたいな感じの雨の降り方をしてるんで、天気心配してたんですが、まあなんとか、天気予報を見ても大丈夫そうということで、まあ、今日行くところがだから十津川村っていうところなんですけど、まあ、そっちの天気予報もね、とりあえず、大丈夫ということで、ただいきなりね雨が降る可能性は捨てきれないという感じの、予報なので、まあ、それはもう仕方がないですよね。着いたらとりあえず、速攻でタープ立てて、いつ雨が降ってもね、大丈夫なように、したいかなと思います。でね、タープはね、そうそう、これも、まあ、着く前にお話ししておきましょう。DOD の、ライダーズ、タープかなんかいうやつをね、前買って、この前、牧野高原に行った時は2回目の使用だったんですけど、タープのね、なんていうかな、ロープくくるところの、とこがね、裂けてきたんですよ。
ほんで、まあちょっと写真、こんな感じです。こんな感じね。で、メーカーの方に写真を送って、これは保証、まあ保証が1年って書いてた、確か書いてたと思うんで、保証で交換してもらえるんですかって言ったら、まずね、なんていうか、これは保証の対象外になるんですけど、まあ、今回いろいろ諸般の事情を鑑みて、まあ、とりあえず交換してあげますみたいな、なんかちょっとね、いやいや、これが交換事案じゃなかったら何が交換事案なんだろうと思ってね、なんか保証書のところを見ても通常の利用の仕方してて破損したりした場合はね、多分保証してくれるみたいな書き方をしてたんで、これはちょっとな、でもその意図的にね、別にナイフで切ったとか火の粉飛んで破れたとかそんなんじゃないですからね、通常の利用をしてて、避けてるんですから、これは保証だろう、当然だろうと思ってたんですけど、まあとりあえず、交換は交換っていうか、保証の適用にはしてあげましょうみたいな上からの、感じで、で、その続きがね、とりあえず交換する品物が今ありませんと、在庫が、だからAmazon で買ったんですけど、 Amazon 経由で返品をしてくださいっていうね、なんかで Amazon の返品期間は過ぎてるんで、 Amazon に言ったら、まず、そのもう返品 の期限は過ぎてますっていうことを返信してきて、まあ当たり前ですよね。いやいや、メーカーの担当者の人とこういう話になって、返品対応してもらえるということになったんですけどって言って、そこからあれですね、現物を送って、Amazon に。で、そこからね、返金されるまでも結構時間かかったんですよね。多分その Amazon も返品されたやつをメーカーに送って、メーカーからなんか、指示があって返金ということになったと思うんですけど、なんかね、返金もね、返金の金額がね、微妙にね、少なかったんですよ。なんかそれもね、ちょっとね、感じ悪かったですね。なんか DOD の製品、なんか前何か持ってたんですけどね、あと今も使ってるやつで言ったら保冷バッグかな、これもバイク用の保冷バッグですけど、なんかね、すごく感じが悪い対応が、なんかあれ大阪の会社だから、なんかこう関西仲間っていうかね、あれでちょっと頑張ってほしいメーカーさんなんですけど、なんか感じが悪いですよね。最近ね、なんかね、まあ中華メーカーね、確かにね、安いけども当たり外れがあって、外れ引いたら物が悪かったりとかしますけど、対応がね、まあ、ほとんどですよ、一部メーカーさんは除くにはなりますけど、大多数のアマゾンとかで買っても販売店がなんていうか、破損したりした時の対応をね、しっかりしてくれる印象があるんですよ。逆に日本のメーカーの場合は、なんかその、なんていうか、製品送ったり、だから中華メーカーの場合は、写真とか動画とか撮って送ったら、もう確実にその不具合が起こってるっていうことが証明されたら対応してくれるイメージなんですけど、日本メーカーの場合はもうね、遅い。なんかこう、全部写真とかそんな送っても、いや現物とりあえず送り返してくれとか、送料がどうだこうだとかね、使い方がどうだったんだとか、そのなんていうか、すっごいね、こうめんどくさい。まあ最終的に保証適用してくれたとしても、すごくめんどくさい。まあ確かにね、それはメーカー側としても、その嘘ついてんちゃうかという、こっちがね、ことを疑ってしまう気持ちは分かるんですけど、あまりもね、ちょっとね、対応が遅い気がしますよね。まあそんなこんなで、とりあえずライダーズタープ、あれはちょっとボツになりました。で、その代わりに買ったのが、これちょっとまた出しておきます。メーカー名忘れちゃった。何だったか。僕もともとね、
タープ持ってたやつです。ド忘れでした、タープ持ってて、そのでっかいタープがね結構使いやすかったんですよ。で裏が裏地っていうかね、裏側にあのシルバーのなんかこう太陽の光をあんまり通さない加工をちゃんとしてくれてて、結構ねあの暑さもしのげて良かったんですけど、さすがにその僕がもう持ってたでかいタープはちょっとバイクでのソロキャンプ用としてはかなりあのしんどい、あの荷物がかさばりすぎてちょっとしんどいので、それのちっちゃい版を買いました。あとはあのあれねポール、それもちっちゃいタープ用のちょっと細いね、ポールアルミポールを買いました。まあ、もともとアルミポールはあったんですけど、ちょっと太いやつなんでね、さすがにそれもね長さとか大きさとかあの、まあ、重さはまだいいんですけど、アルミなんで軽いんで、だけどやっぱりサイズ感がねちょっと大きすぎるっていうのがあったんで、またどんどん物が増えるんでね、あんまり買いたくなかったんですけど、それだけはもうちょっと買っちゃいましたね。はい、でちょっとね一番大物買った、これ買いましたっていう大物は、まあ、現地着いてからねちょっとご紹介したいかなと思います。またねちょっとねわけわからんもん買っちゃったんですよ。そこまでせんでもっていう感じのもんでなんですけどね。はい、でとりあえずそんな感じですね。新しく買ったものといえば、あとなんか買ったかな、なんかこまごましたのはね結構買った。 あと扇風機買いましたね。ちっちゃい扇風機アマゾンでね、なんかね同じ扇風機がね値段変えてねいろいろね出てるんですけどね、最安値だと1000円くらいで売ってましたね。これはいいですよ。フックでかけれるようになってて、テントの中にかけれるようにもな、なんていうかライトを何ライトを引っ掛けるようなところと輪っかみたいなやつがついてればの話ですけどね、そこへ天井にかけたりもできますし、その扇風機自体がちょっとライトを内蔵してて光るんですよね。だから結構ね使い勝手がいいです。ライトはねちょっとおまけみたいな感じにはなると思うんですよね。なんていうかな、羽の内側についてるからわかるかな、内側でライトをつけると羽がくるくる回るその速度に合わせてチカチカするんですよ。チカチカ、わかるかなまあそんな感じになってます。これはなんだ、ほらこっちか左か、いいかな、よいしょ。ね、まあそんな感じです。でとりあえずね、まあ、ぼちぼち行こうとは思ってます。今日も結構ねいい天気で、まあ暑く、もうでもヘルメットの中は汗だくですけど、とりあえず、ぼちぼち行こうと思います。またちょっと話したくなったら電源入れて、撮影しようと思います。現在地だけ、現在地はね、これどこかな、葛城、どこかな、奈良のね広陵町かな、これ、どこかな、ちょっと場所がなんか僕もあんま知らん道に来ちゃったな。はい、もうちょっとわからないです。まあ調べて載せておきます、テロップで。こここんな辺りです。ではでは、はいどうも。今五世かな、今、葛城山っていう山がすごい近くになって、もう山がだいぶ近くなってきましたね。今がねちょうど10時前です。10時前、スーパーね途中で寄りました。まあちょっとあとコンビニくらいね、ちょっと1回くらい寄って、あとはもう現地に行こうと思います。
今回行くところはそこまで、まあ、遠くもない、僕の感覚ですよ、僕の感覚で言うと、そこまで遠くもないキャンプ場なのでまあなんていうか、そんな焦ってもないっていうかね、まあ、ぼちぼち行けばいいという道は、キャンプ場は1回しか行ったことないですけど、今回2回目ですけど、何回もね、山道は走りに行ってます、車でもバイクでなので、まあ、全然、分かってる、とこなんで、まあ、気楽に行ってるっていう感じですね。はい。まあまあ、ちょっと天気がね、どうかなと思ってたんですけど、さっき桂木山のね、この山の上の方もね、多分曇ってたんで、多分雨が降ってたんじゃないかな、遠目に見たら。でも今だいぶね、雲も抜けて、スキーとした天気になってきてます。雲はまあまあ多いっていうか、結構あるのはありますけどね、雨を降らしてるような雲はちょっと抜けた感じですね。はい。ということでね、ぼちぼち行っております。結局ね、今日はナビは Google マップにしてますね。 Google のナビはオフラインマップ一応ね、ダウンロード、近畿のとこだけね、してるんで、まあまあ電波悪くなっても気にしなくていいっていうところがね、一応あるんで、まあ山間部もだいぶね、電波通るようにはなってきてるとは思うんですけどね、それでもちょっとね、一応山行くときはっていうことでね、まあ、やってます。本当はね、ナビタイムの、バイク用のね、やつがいいなとは思うんですけど、あれ結構ね、費用的にかかってしまいますんでね、なんかそこまでなんていうかな、頻繁にツーリングっていうか、トレーするわけでもないんで、基本はね、通勤っていうか、会社行くのに使ってるだけなんで、月にやっぱり1回、2回、6回行くくらいだと思うんでね、だからちょっとね、なんか、それでなんか課金するのは もったいないなっていうね、感じがして。結局やってないですね。あれがいいなとは思うんですけど、はい。とりあえずもうちょっとして今5条9キロという、標識、まあ、看板出てきましたけど、これね、この5条っていうところから、入っていきますね、山の方にね。はい。今までは結構ね、渋滞とかもあって暑かったですね。なんかあんまり快適なツーリングっていう感じじゃないです。街中ずっと走ってる感じですね。はい。まあ車もそこそこね、いてて渋滞のとこは結構ありましたね。はい。じゃあとりあえずね、またどっかでコンビニだけ寄ってね、またもう現地向かっていこうと思います。また撮りたくなったら撮ります。ではでは。はい、どうも。五条の方からやっと山の方へ行く道にね、入ってきました。ここからはね、ある程度信号も少なくなって、だいぶね、快適に走っていけると思います。で、コンビニもね、最後寄ったんで、次はもう、現地ね、キャンプ場まで、ノンストップで行こうと思います。あそこ標識見えるかな、谷瀬の吊り橋42キロね、またちょっとありますけどね。はい。あー暑かった。バイクの人がいっぱいおるね。暑いなー。とりあえずこの前牧野高原ね行って、でその後ねチェーンの調整とかメンテもしたんでね、その時に
スプロケットね、フロントのスプロケットも一回一番ね、標準の元ついてた15兆に戻そうかなと思ったんですけどね、結局なんかめんどくさくなって、もうそのままね、今17兆だから、ね、の状態のまんまです。やっぱり、まあどうなのかな、重たい荷物いっぱい積んでるんで、その状態ではね、その状態ではちょっと上り坂の出だしがちょっとしんどいかなっていう感じですかね。まあ、走り出してしまったらそんなに、苦痛は、下道ではね、そんなに苦痛はないかなと思うんですけどね。はい、そんな感じです。バイクの方は特にな、あんまりいじってないかな、最近。基本的なメンテナンスを定期的にしてるぐらいでしょうか。ね。いやいや、あ、そうそうそう、フォークランプね、もともとつけてたやつがね、中にし、まあそれは GSX から引き継いでね、移植した、フォークランプだったんですけど、それがね、中に浸水をね、してきて、まあ、ちょっと中が曇ってたっていう感じですね、水滴で。ほんで、新しくね、やり替えたんですよ、ちょっと。前、まあ、まあちょっと前って言っても結構前かね。で、そこからちょっとまあ3ヶ月くらいかなしたら、それもね、片っぽがね、浸水っていうか、中に雨粒、中に水滴か、ガラスのね内側に水滴がつくようになって、でメーカーに言ったらね、新しい分送ってくれたんですよ、写真とかね。それも中華メーカーのやつですよ。で、そこからさらに最近ね、すごい豪雨っていうか、まあ梅雨みたいな雨がずっと降って、まあ、その中通勤で僕はもう毎日、ほぼ毎日使うんで、まあ、その中でも走ってたら、もう片方もね、また水滴がついてっていう感じで、まあなんかね、防水性がね、あまり良くないんでしょうね。パッキンがあかんねやろな、やっぱり。だからまあ、それも連絡したらまた新しいの送ってくれるっていうことみたいです。なんか対応は、だからさっきも言いましたけど、中華メーカーいいんですよね。わりかし早い。若干日本語片言でね、意思疎通がうまくさっとつなが、伝わらない時はありますけど、でも、ちゃんとね、事情が分かってもらえたら対応早いですね。だから古いやつっていうか、その水滴がついてたやつね、ついてたやつをまた分解をして、ちょっとコーキングをね、うまくし直してね、置いとこうかなと思います。もうまた次多分2つね、左右どっちも浸水っていうか、中に水滴がついてたら、多分次来たやつも同じようになる可能性高いと思うん で、また連絡したら対応してくれるかもわからないんですけど、まあなんかだんだんね、ちょっと2個買って2個ともまたダメになってっていう感じなんでね、なんか申し訳ないなっていう気も若干あるんでね、でも自分で何とかできるんだったら、もうそれを何とかして使おうかなと思ってね、思ってます。はい、前使ってたやつはね、ちょっとね、うまく処理できなかったんですよね。それもちょっと一回バラしてみたんですけど、パッキンがね、やっぱりうまくかます、同じようなサイズのやつがないっていうかね、うまくはまるやつがなくて、で、最終的にコーキング剤つけて塞いだんですけど、なんかその処理がね、ちょっとうまくきれいにできなくて、で、結局、中にまた、コーキングで塞いだはずなのに、どこから、まあ、入ってるんでしょうね。そんな状態になってしまって、だから、まあ、もう諦めて新しいの買ったっていう感じなんですかね。いやー、やっぱりまあそういう意味ではね、まあちょっと中華メーカー、まあ、なんていうか、中華メーカーってなんていうか、まあ、検品は当然やってるんでしょうけど、
まあ、あかんかったらあかんかったらその時また交換かなんか対応してやればいいじゃない的な、なんかその軽いノリがね、ちょっと日本のメーカーさんとは違うので、なんかそういうのはねありますよね。まあ、あんまりそのなんていうか、買う時からある程度覚悟して買わないとダメですよね、そういうのはね。まあそう思いながらやってます。ただあのフォグランプはね、あの今あの前多分紹介自体してないんで、あの変わってます。ちょっとワット数が大きくて明るいあのランプになってます。あとはぼちぼちね、ちょっと行きましょうか。あ、だいぶ気持ちよくなってきましたね。やっぱ山道最高ですね。信号ないし快適だ。この今看板ある夢の湯っていうのがね、にちょっと手前にあるんですよ、キャンプ場の。そこがね、温泉なのかな、あれ。一応お風呂があるんですよね。ちょっと、まあ、またそこまで戻ってこないとですね、お風呂ね。よいしょ。今日はね、後ろの荷物がちょっと重たいっていうか、前より重たいのかな、やっぱり。ちょっとね、減らせるもんは減らして、です。増やしたっていう感じなんで、だから最終的にどっちが重たいのか分かんないんですけど、重心がちょっと上がっても縦に積んじゃってるんで、かさばるもん積んでるんで、重心がちょっと上がったせいかリアがちょっとねスライドする感じが時々あるんですよね。だからちょっと気をつけながら行ってます。いや、あ、涼しい。やっぱり山あいはいいですね。そうそうそう、やっぱりね、山入ると、この山陰に入ると全然涼しいですもんね。最高ですよ、これ。ツイストをね、あの、なんていうか、買う前は、結構こうトラブルね、あの、言われてる方もあったりとか、あとやっぱり中国製造で、部品の精度が、なんかどうのこうのとか、あの作りが悪いとかね、まあ、海外生産なんでオーバートルク気味にしまったりなんかして、こうネジとかもね無理やりこうなんていうかな、若干ちょっと無理やりねじ込んでるとかいうネジがあったりとかいうのは多少あるかもわかんないんですけど、でもね、すごい快調にね全然トラブルなく来てるんでね。最初にあったあのスイッチのトラブルくらい、スイッチのトラブルは V ストになってからですね。一回なんかね、そうそう、行きました、鈴木のお店ね。確か、そうそう、ハイビームにしてもハイビームにならないみたいな。あ、じゃあ、ハイビームになりっぱなしになるか。なんかそんなんですよ。あの、このパッシングのライトがね、なんかおかしくなっちゃったみたいですね。あのライトというスイッチね、ずっとハイビームのままなっちゃうっていうね、なんかもう迷惑極まりない状態になってしまって、それだけですね、エンジンとかバッテリーの調子はもう全然、絶好調あのいいですよ、とても。はい、こんな感じで、ああ川遊びしてるな。川も入りたいな。これも暑い中今ずっと走ってきたんで。今日行くキャンプ場は一応前にね川が流れてるんですけど、あんまり入るっていうかね、足つけたりもできるような大川じゃなくて結構な川な
んで、川遊びできんのかな。ちょっと涼むぐらいはしたいですけど。こんな感じですね。まあコロナ禍は皆さんねどうお過ごしなんですかね。僕はもうとりあえず、まあ、奈良県在住ということで奈良県内のね、まあ、キャンプであればまあ今緊急事態宣言も奈良出てないので、まあ、とりあえずいいかなと思ってね。下手になんかショッピングモール行くよりは全然キャンプの方が安全な気はしますけどね。本当にキャンプ場も予約制でかなり人数絞り込んで間隔空けてキャンプできるようにしてくれてるんで、ねえ共用で使うとこって言ったら流し場とトイレくらいですよね。でもトイレって言ってもショッピングモールとか行ってトイレ行っても同じですもんね。そっちの方が利用してる人数が多いでしょうから感染リスク高いでしょうしね。ああ、そんなこんなでキャンプ人気がさらに、こう出てるんでしょうけどね。まあまあそんな感じで、とりあえず僕は県内キャンプを楽しんでいますけれども、はい。まあ奈良県も私が住んでるのはもう奈良県の北の方なんでね、この今走ってるような南の方、今でちょうど奈良県のちょうど真ん中よりちょっと南に入ったくらいでしょうかね。ここからもうずっと南が山ばっかりなんで、逆に自然を楽しもうと思うと南に行けばいいんですけど、まあ、ここ来るまでも今10時43分ね、8時半くらいに今日ちょっと出るの遅くて8時半くらいに家出ましたんでね、まあ結構な時間ここ来るまでもかかってますからね。でこっからも30キロくらい、まあまあ1時間くらいはかかりますかね。1時間弱は。教育キャンプ場はねチェックインがね早いんですよ。まあ午前中の早くの時間から入れたはずなんですよね。だから本当はもっとね早く出れば向こうで場所もいいとこ取れてゆっくりできるっていう感じなんですけど、まあ何せちょっと出んの遅れちゃったっていう感じですね。よいしょ。はあ涼しいな。よいしょ。まあまあそしたらねとりあえずまたちょっともうキャンプ場つきそうなくらいでまた撮ろうかな。そしたらね、はい、ではでは。道の駅ですね。ここは前来ました。第二線の吊り橋あと20キロです。星の国ね。もうね前撮ってたとこからまあそんな立ってないですけどね、全然もう信号も一つも信号なく来てます。とても快適。緑がね青々としてすごく気持ちいいですね。奈良県も海がないんでね、海にちょっとね行きたいなと思いますけど、やっぱコロナ禍中でやっぱり県外に移動するのはあまりよろしくないなと思ってね、全然今年は海へ行けてないですけどね。
あでも山があれば川遊びはできるんでね、家族でも川は行きましたね一回。だんだんお尻が痛くなってきましたね、さすがに。ここまでに、スーパーとコンビニか、2階は泊まりましたけどね、まあ、休憩もそこそこにすぐ買い物っていうか用事だけしたらもうすぐ出発してましたけどね。最近の雨でこっちもね土砂崩れとかないか。おーっと今段差で跳ねて ABS ちょっと効きましたね。さっきからねこれタイヤの空気圧警告が出ててね、見てみるとねリアのタイヤがちょっと空気圧上がってるんですよね。まあ暑かったのとずっと走行してだいぶねあのギアタイヤの空気圧上がってるみたいです。どのくらいで警報設定したらいいのかな。一応下限値と上限値をね決めて設定できるのでこれもともとが36だったかな。PSI だとね、それが39まで上がってて、よいしょ、これ右だな。ここも土砂崩れかな、これ。まあ上はもうちょっといいんですかね、別に。まあ規定値で入れて、多分。そこから上がって、まあ、そのくらいの差はね多分計算されてタイヤも作られてるんでしょうから、なんか厳密に言ったら何パーセント何パーセントとかなんかどっかで見た気がしますけどね。まあでも規定値で入れてて走ってて空気圧上がったからって言ってどうしようもないですよね。仕方ないですね。までの道はね、わりかしね、こう細いところがところどころ太くなったり細くなったりっていうね感じの道が続きます。まあ、この手の道路僕はあんまりね、なんていう広すぎる道路よりはなんか好きなんですけど、もともとほどほどにワインディングがあってっていうね。ただ今日荷物がね。結構積んでるのもあるのかちょっと不安定になるところがあるんでね、なんかあんまりちょっとねちょっとバイク倒したくないっていうかね感じがあります。ちょっと恐る恐る言ってますよね。ここを越えたらバイク来た時に挨拶するかどうかってなんかすごい迷うな。なんか今日すれ違う人はねなんか頭下げても下げてくれなかったりというかなんか別にまあ下げてもらうの期待してるわけじゃないんですけど、なんか逆になんか、ね、無理になんか向こうに気使わせても嫌だなと思うんだけど、なんか下げた方がいいのかどうかっていうのをちょっと
迷っちゃいますよ。基本的に僕向こうが下げてくれたら下げるっていうかね、手振ったりとかするパターンが多いですけど、なんか自分からするとね、なんかちょっとあえて気を使わせたら嫌だなみたいな、まあ、ちょっとこっぱずかしいっていうのも若干ありますけど、こっからは結構ね、もうキャンプ場の手前くらいでちょっと細くなるっていうか、脇道それてね細くなるくらいで、あとずっとねこんな感じの広い道路が続いてたと思います。確かで途中にね、あのお風呂入るところがあってっていう感じだったと思いますね。サルタニダム、流しで、まあ、なんかあの単調な道になってしまったんで一回止めて、まあ、キャンプ場近くでもう一回つけましょうかね。はいはい、ではでは。はい、ね、谷瀬の吊り橋のキャンプ場付近まで来ました。今ね、よいしょ、どっちだったかな、いやこっちだ、こっちだ、あー川遊びしてるわ。僕が向かうのはこれを左で、ここを降りて、これが結構な坂なんだよな。よっしゃ着いた。11時16分。まあ近いですよね。よいしょ、あ、看板、そこか。じゃあ受付してきます。はい、今受付をしました。どこら辺行こうかな。前はねそこの木があるとこ、受付からすぐくらいの木のあるとこであったんですけどね、ちょっと秋具合見ながらちょっと行ってみましょう。とりあえず向こうがトイレなんですよね。ああ今日結構多いな、ほどほどに。前このあたりでやってたよな。さあどこに行きましょうかね。やっぱ暑いから木の陰がいいですけどね。いいところはやっぱりちょっともう取られちゃってる感じですかね。この上が吊り橋なんですよね。まあ別にちょっと奥でもいいから、
こっちに来るとね、水場がしんどかったんですよね、多分。この間くらい行こうかな。よいしょ、はい、到着です。とりあえずここ行きますか、ここね、荷下ろしして、はい、じゃあちょっと用意していきます。はい、とりあえずね、今日の装備なんとなくご紹介ザザッとしておこうと思います。まあいつも通り、フルパニア状態で来てます。でこれね、DOD のクーラーボックスバイク用のね、なんですけど、これちょっとちっちゃいんですよね。で、すぐにね、やっぱり、これ上に、一番上に積むくらいしかないと思うんで、大きさ的にも直射日光浴びるんでね、かなり、すぐ熱くなってしまいます。で、あれですね、ヘンリー・ビギンズの、バッグ拡張してね、一番大きくなるようにしてやってます。で今回のね、これ言ってたやつね、これがね、ポータブル冷蔵庫ですね、買っちゃいました。これをね、バイクの電源から、引っ張ってつけてます。こんな感じね。これ今来てから抜いちゃいましたけどね、まあ僕一応電圧管理とかいろいろね、スマホでも連動して、やってるんで、一応ね、なんていうか、バッテリー上がりはね、なんとかこう、なんていうか予防っていうかね、まあすぐに検知できるようにしてるんですけど、でフロントの方には一応ね、あれもあります。なんだ、バッテリー上がった時のジャンプスターター入れてるんで、あと空気圧のポンプね、電動ポンプとか、あと工具類とかも入れてるんでね、まあ何かの時の対応はある程度できるようになってます。はい、まあとりあえず設営やっていきます。
はい、設営の方が大体終わりましたね。大体1時間くらいですかね、なんだかんだやりながら、こんな感じの、まだちょっとね残ってますけど、こんな感じでいいかなと思います。はい、まだちょっとねごちゃごちゃしてるのが残ってますけど、ちょっと今からまた片付けたいと思います。